どうも、イガイラスレーターのぐまくんです。今回は僕が作業しているデスク周りの作業環境をまとめてみました。主に僕の作業環境ですけれども、奥さんのイラストレーターのゆうすけさんもほぼ同じ感じです。最高の作業環境を追い求めて結構いろいろ僕試してて、現在こんな形でまとまったよっていうことで、在宅で仕事をするときに最適な、作業環境を参考にしてもらえたらなと思います。購入先だったり詳細もまとめたのでちょっと見てもらえると嬉しいです。まずですね、デスク作業環境ざっくりの写真なんですけれども、今机の上がこんな感じになってます。パソコンがあって、サブディスプレイがあって、絵を描くときは iPad Pro で、でこの、キーボードで遠隔操作っていう感じですね。キーボードとマウスですね。 MacBook とサブディスプレイで2画面でやった方が画面が広く使えるので、作業効率がとてもいいです。無線のキーボードとマウスがないと、ちょっとこういう使い方をするとだいぶ画面が離れちゃうので、こっちの方が使いやすいです。iPad は前動画作ったので、そちら参考にしてもらえるといいと思います。ではまずノート PC の説明ですね。僕が使っているのは MacBook Pro 15インチの2017年モデルです。メモリが 16GB です。 500GB っていうことで割といいパソコンになってます。で、動画を作るならこれぐらいのスペックは欲しいなっていうところで、まあ、絵や事務作業だけだったら MacBook なら何でもいいですね。僕が一番最初に買ったのは MacBook Air の古いやつで、8GB で 250GB ぐらいで、まあ本当にそんなんでも全然動きますから、それでも大丈夫ですと。動画を作りたい人以外は本当に MacBook 僕大好きなんで、で MacBook どれ買っても中古で買ったとしても動きすごくいいんで MacBook をおすすめしてます。持ち運びできるけど結構重いっていうのがこの僕が使ってるのは、難点ですね。正直13インチの方が良かったかなって今後悔してます。買った時は15インチの方がでっかくてこっちの方が絶対いいと思ってたんですけど、やっぱり重さを考えると持ち運びできないのはちょっと厳しいなと。で、今もほぼデスクトップ化してますね。まあでも Mac は最高ですと。いざという時に持ち運べるのと持ち運べないのじゃ、まあやっぱ違うは違います。ただちょっと出る時はもう iPad Pro で済んじゃいますけどね。はい、こんな感じです。で、サブディスプレイはフィリップの液晶っていうのを使ってます。これがですね、もうめちゃくちゃ安くてコストパフォーマンス最高です。で、正直色味は落ちます。まあ調節もできるはできるんですけれども、色味がちょっと悪いですね。で、イラストの色味の最終チェックは MacBook でやるようにしてます。もう MacBook は最高の画質なんで、チェックが必要な場合はまあ最終的には MacBook で色味チェックします。基本的に iPad で書いてるんで、 iPad の画面も最高にいいのでそちらで確認すれば問題ないんですけどね。で、2画面になると作業効率がすごく上がるので、絶対サブディスプレイはおすすめですね。こんな感じです。で、サブディスプレイにつなぐためには、USB のハブが必要になってきます。まあ HDMI ですね。これが変換できるものが必要になっていますので、まあ、それも準備してみてください。あと、キーボードですね。サブディスプレイと MacBook の画面を並べると、まあ、遠くなっちゃうんで、無線のキーボードで遠隔操作するととても作業がしやすくなります。Apple の純正はもう連動性が最高なので、で充電式なんですけど、充電したら1ヶ月ぐらい軽く使えるのですごく使いやすいですね。で、サブディスプレイも活かせて作業効率が格段にアップします。この純正の無線のキーボードすごいおすすめですね。薄くてかっこいいですしね。あとはマウスを使ってます。マウスは Bluetooth は絶対使ってほしいな。やっぱ有線だとかっこ悪いし、配線が邪魔で持ち歩くのも不便なんで、まあ、薄くてかっこよさげなのであれば何でもいいかなと。とりあえず無線であれば。あとおすすめなのが AirPods Pro です。無線のイヤホンなんですけど、これすごい良くて、ノイズキャンセリングって言って、耳につけると周りの雑音を遮断してくれるんですね。なので、静かに作業ができます。まあ、これつけるだけでもなんか耳栓みたいな効果があって、さらに音楽流すと綺麗な音が出るので快適な作業環境が手に入ります。 iPhone と無線で完璧に連動性がすごい良くて、本当にストレスなく音楽を聴いたり音を聞くことができます。雑音がなくて本当に集中して仕事ができるようになるのでとてもいいですね。あと、昇降デスクを使ってます。昇降デスクっていうのは上げたり下げたりとか高さが自由に合わせられるやつですね。作業や気分に合わせて高さを微調整できます。で、スタンディングデスクにもなります。一番高くあると僕が立って仕事ができるぐらいな
感じになります。天板は僕は自分で作りました。ホームセンターで板買ってきてニスで仕上げて組み立てました。組み立てとか結構手間ですけど、本当これかなり買ってよかったなと思ってます。おすすめです。昇降デスクで、椅子はエルゴーマンオフィスチェアですね。ちょっと読み方はよくわかんないですけど、椅子にしてはもうかなり高い、10万円ぐらいしましたね。もうちょっと安く売ってるかもしれないですけど、椅子にしてはかなり高いです。僕が座ってみた感じ、体が大きい男性向けかなと。僕結構大きいんでこの椅子がぴったりでした。まあ座って確認するのがいいですね。なかなか高い買い物なので、結局は座って座り心地を試してみたらいいと思います。椅子がいっぱい置いてあるところでいろんなのを座ってこれにしました。で、疲れるのが減りましたね。長時間作業しても大丈夫っていう感じで、結構一日中座ってても大丈夫な椅子ですね。で、なんか下の方にホコリが溜まるっていうのがちょっと残念ですね。ホコリ掃除がしづらいですね。ここメッシュになってて、下になんか機械みたいな感じになってるんですけど、ここにホコリがすごい溜まるんで、それがちょっと残念ですね。ただこのメッシュはすごくいいですね。で、まあヘッドレストと足置きみたいなの僕ついてたんですけど、結局なんかしっくりこなくて捨てちゃいました。それがついてないやつは安くていいと思います。こっちの方がおすすめですね。ヘッドレストとか足とかいらないですね。以上です。まあこんな感じで今作業してます。いろいろと買っては捨ててって結構いろいろやってて、椅子なんかも安いの買っては捨てて買っては捨ててしてたんですけれども、高い椅子買ってみようっていうことで今回やってみましたら、すごい良かったので、まあ椅子は一回高いのをちゃんと買った方がいいかなと思ってます。特に絵描きの方は座って仕事をすることが多いので、椅子にはお金をかけろってよく言いますよね。実際買って本当に良かったなと僕は思ってます。まあ他の画材や機材もまとめてますので、よかったらこちらのブログも見てもらえるといいと思います。アナログ画材っていうのは似顔絵ですね。似顔絵を描く時のアナログ画材をまとめたのと、デジタル画材っていうのは、まあ、iPad のあたりですね。あとデスク作業環境を今まとめたやつですね。あと PC ソフトっていうのも、僕が使ってるソフトもまとめるのはあります。まあ、また動画でまとめるつもりです。まあ、僕もいろんなのを使いたいたちなので、結構いろいろ試していいなと思ったものを紹介しているので、家で、ね、しっかり仕事ができるようにしたいっていう人はぜひ参考にしてみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。